こんにちは、アミニーです。はい、今日は受験飯を作っていきたいと思います。ちょうどこの時期、受験とかテスト勉強の方が多いと思うんですよ。なので、そういう時におすすめしたい腹持ちのいいご飯をご紹介したいと思います。使う食材は、じゃん！お餅です。私も受験勉強の時にすごく食べていました。お餅のいいところとしては、一つ目が、意外とご飯よりも低カロリー。お餅って高カロリーなんじゃないのって思う方もいると思うんですが、白米のご飯茶碗1杯分よりも、お餅2個の方がカロリーが低いそうです。二つ目が、お餅は腹持ちがすごくいい。白米よりもお餅の方が消化に時間がかかるみたいで、すごく腹持ちがいいそうです。三つ目が、体を温める効果がある。お餅に入っている成分が胃を温める効果があるそうです。受験シーズンってすごい寒いじゃないですか。でも、なんとしても風邪とか病気にはなれないっていうことで、そのお餅の体を温める効果がすごい受験飯にいいなと思っています。ということで、今日は実際に私も受験の時に食べていたお餅を使ったレシピをご紹介したいと思います。よかったら参考にしていただけると嬉しいです。では、どうぞ。完成しました。美味しそう。てか懐かしい。ではいただきたいと思います。あ、ちょっと箸いただきます。うん、ちょ、醤油かけすぎたかも。でも美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。あ、なんか元気が出る。これ食べるとやっぱ元気出る。テレビで言ってたんですけど、お餅と食べ合わせるのがいいのがチーズって言っていて、お餅の腹持ちの良さとか免疫力アップっていう効果にプラスして、あのチーズのカルシウムも一緒に取れるのでいいとテレビで言っていました。これ多分ね、受験勉強の時食べたらすごいパワー出ると思うので、ぜひ試してみてほしいと思います。はい、今日の動画は以上です。受験生の皆さん、テスト勉強頑張っている皆さん、本当に頑張ってください。応援してます。そしてこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。以上、アミニーでした。バイバーイ。